第17章私自身のがん研究について第1節がん性貧血の研究私は名古屋大学の大学院生の時千島学説からヒントを得て生体内でがん細胞が赤血球から発生しているなら試験管の中で赤血球はがん細胞に対して増殖促進作用を示すのではないだろうかと考え実験を行いました そしてこの視点からがん性貧血を再考することで学位論文医学博士号を取るための論文を書こうと思い立ちました試験管の中のがん細胞は株価細胞と呼ばれ凍結保存に耐え解凍するとまた盛んに増殖するなど驚くべき性質がありますしかし株価がん細胞を試験管の中で増殖させるためには かななり贅沢な栄養素が必要となります。栄養液の中には水分アミノ酸ビタミンミネラルに血清などが必要です血清とは血液から赤血球白血球血小板などの細胞成分と血液凝固に必要なタンパク質フィブリノーゲンを除いたタンパク質を含んだ血液の液性成,成分ですその血清は単なる血清ではなく 子牛または牛の胎児の結清が必要で1瓶 500cc でなんと当時で2万円もする高価な薬品でしたこの結清を加えないとがん細胞は試験管の中で増殖してくれないのですところが牛胎児結清を加えた栄養液に赤血球を加えてがん細胞を培養すると著名な細胞増殖促進作用が見られましたまた 牛体自血清を抜いた栄養液と赤血球だけでも血清ほどではありませんが細胞増殖促進作用が観察されたのですこれらの実験結果から私は赤血球は試験管の中のがん細胞に対して著名な細胞増殖促進作用がありこの原因は赤血球を構成する鉄を含んだタンパク質ヘモグロビンが 細胞の栄養素として働いているからだと推定しました千島学説からすれば赤血球のの分解産物が細胞に変わるのだと表現できますこのようなメカニズムつまり生体内で赤血球ががん細胞に取り込まれて栄養素として消費されることががん患者が貧血になる原因の一つと考えられると結論付けました シ島学説のように赤血球が変化してがん細胞になるなどという表現は使えないのでこのような持って回った結論にしたのです私は内心かなり自信を持っており反響があるものと期待していましたところがこの論文を日本血液学会雑誌に投稿すると 新しい知見はあるが内容が悪いという理由で掲載を拒否されましたどこがどう悪いという指摘は全くなく誠意のない態度でした次に日本がん治療学会雑誌に投稿するとこちらでは守備よく受理され論文が雑誌に掲載される運びになりました